船橋からの遠征馬12番ビガーゲートへと収まりまして枠入り完了スタートしましたコースタートを切った4番のデルマオイチこれに並んでいこうという各馬外から5番プリンセスラッキー内から3番ハンズスミス前を追っていきますさらには2番のボラッシェその後ろ12番のビガー続いています内を通って9番函館毎回1コーナーカーブ内々から1番のウルティムホーム前に上がってまいりましたおっと後方で落馬 7番のアイリッシュハープジョッキークバ競争中止です前は2コーナーに入って4番デルマオイチ先頭リード1馬身5番プリンセスラッキー2番手3番手4番手は2番ノボラッシェ3番ハンズスミスで向正面2馬身差の5番手が1番ウルティム・ホーマその後ろから追い上げてくる12番のビガーあとは9番の函館前が続いています外からは11番グラーティア内を通って当番のシュールダンス あとは離れまして、6番クイーンザドリームがしんがり。え、もう1頭ありました。最後方から8番アムネシア。前は3コーナーカーブに入っています。先頭は4番デルマオイチ。リードは1シン新ンほど。2番手に上がって3番のハンズ・スミス。3番手5番プリンセス・ラッキー。しかし3番手集団固まってきて、内から1番ウルティム・ホーマ。これが3番手に上がって前を追ってくる。外から追い上げるのは11番グラティア。前は4コーナーから直線です。前は4番のデルマオイチ。 外から3番のハンズ・スミスが迫ってくる。間をついては十0番のシュールダンスが足を伸ばしてきた。外からは1番、ウルティム・ホーマー。前は3番のハンズ・スミス。内に入って当番、シュールダンス。2頭の追い比べになりました。3番って1番、ウルティム・ホーマー。前は3番のハンズ・スミスか。内は当番、シュールダンス。並んで五輪最後は接戦体制微妙となりました。3番、ハンズ・スミス。当番のシュールダンス。 この2頭の争いとなりました。3番手は1番ウルティムホーマカ、並んだ11番グラーティア。この2頭が3番手争い。